こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、今日も始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、今日はヘアバトンを使ってみました。はい。ヘアバトン、うん、意外と持ってる人もいるんですけど、うん、使い方わからない人多いんじゃないでしょうか。うん、はい、そうだと思います。多分、はっきり断定的ですけどね。はい。はい、なので今日は、この季節に、ボリュームのあるニットだったり、うん、マフラーする方が多いと思うので、うん、お団子にヘアバトンをつけて可愛くヘアアレンジしてますので、うん、よかったら参考にしてみてください。はい、はいはい、ではそれでは動画スタート。全体の髪の毛をまとめてつむじあたりにすべて持っていきます。ゴムで結んでいきます。サイドのこのあたりがへこみやすいのでゴム付近の髪の毛を前に引き出していきます。反対側も同様に前に引き出します。こんな感じでボリュームが出てます。ポニーテールの毛先を半分に分けて、片側をもう半分に分けて、ロープ編み状に軽く編みます。ゴムの部分に巻きつけていきます。毛先を内側にしまい込んで、上からゴムで結んでいきます。残りの毛束も半分に分けて反対側に向かってロープ編みに編みます。根元にしっかりと巻きつけていきます。毛先をまた内側に入れて上からゴムで結んでいきます。ゴム付近の髪の毛を少しだけ引き出していきます。ヘアバトンを上から少し斜めに差し込んでいきます。キャッチを差し込んでいきます。もう一つのバトンも反対側から交差させるように差し込んでいきます。キャッチを差し込んでいきます。こんな感じで仕上がりました。ヘアバトンを使いこなせない方はぜひこのやり方でやってみてください。